ただいまから舛添知事の記者会見を行います。あらかじめお知らせしてあります通り、本日はおおむね1時間程度、17時までとさせていただきます。では知事お願いいたします。はい、本日は急なご連絡にもかかわらずお集まりいただきましてありがとうございます。この度は私の政治資金などにつきまして、さまざまなご指摘をいただき、都民の皆様をはじめ多くの方々にご心配をおかけしていることを心からお詫び申し上げます。また都庁に多数の苦情のお電話をいただくなどして、都庁職員の皆様にも多大なご迷惑をおかけしていることも心からお詫びを申し上げます。お願いしておりました第三者による調査が終了し、昨日その報告書をいただきました。先ほど議長招集の会議におきまして、議長さんたちに調査報告書を提出し、その概要を説明してまいりました。そしてこの記者会見では、調査していただいた弁護士の先生方から調査結果の内容をご報告いただき、その後に私からお話をさせていただきます。まず調査をしていただいた弁護士さんをご紹介いたします。佐々木善三先生、森本哲也先生です。まず佐々木弁護士は、すでにマスコミの皆様もご存知の方が多いと思いますが、仙台と水戸の地方検察庁検事正、そして東京地検特捜部で副部長を歴任されるなど、検事としてのご経歴はもとより、特捜部時代には多くの政界疑惑事件を捜査され、政治資金の実務に精通されている方であります。弁護士になられてからは、多くの企業団体の第三者委員会のメンバーとしても活躍をされておられます。次に森本弁護士は、弁護士に登録された後、アメリカやヨーロッパの大学に留学され、その後検事に任官し、埼玉地検特別刑事部時代には財政経済関係を担当するなど、政治資金の実務にも精通されております。この問題が生じましてから、当初は私自身が知っている事柄などでもありましたことから、事務所などに事実関係を調査させ、私自身からご説明をさせていただいておりました。しかし身内による調査では納得できないというご意見がありました。また報道などで、私が知事に就任する前の国会議員時代の政治団体などの支出につきましても疑問を指摘されるなど、相当な過去に遡り、多岐にわたる事実を調査し報告しなければならなくなりました。そしてご指摘の内容は主に政治資金に関わることでもありました。そこでこの際、私や私の事務所関係者とは全く無縁の第三者の方に調査をしていただこう、そしてできれば政治資金の実務に精通した放送の方にお願いしようということになりました。私も知人や友人、多くの弁護士さんがおられますけれども、今回は第三者の目で客観的に見ていただくことが肝心でありますので、そのような友人知人を通じて候補者を挙げていただき、その中からこの調査をお引き受けいただける弁護士の方にお願いをいたしました。従いまして、私は今回の調査で直接ヒアリングを受けるまでお二人の先生方とは面識もありませんでした。このように報道が先行している中では、冷静な調査ができないなどとの理由から、ご紹介いただいた何人かの弁護士さんたちに断られました。そのような厳しい中で、このお二人の弁護士さんには調査をお引き受けいただきました、お引き受けいただくことをご了解いただきました。心から感謝を申し上げます。このようなことから、第三者の弁護士さんを選任するまで多少の時間がかかってしまったことをご容赦いただければと思います。また第三者が決定した際に、調査が終了するまでの間は弁護士さんの氏名等は公表できないとお話しさせていただきました。私といたしましては、この都議会の中で都民の皆様方にご説明しなければならないと、そういう思いから、弁護士の先生方に何としても都議会の審議に招くように調査をしていただきたいとお願いした次第であります。このような時間的制約のある中で、集中的に調査をしていただくための条件として、先生方から
調査が終了するまでは調査に集中をしたいので氏名との公表は差し控えさせていただきたいのというご要望がございましたので、そのようにさせていただきました。そして昨日調査が終了し報告書をお届けいただいたことから、明日の代表質問に間に合わせるべく本日急ではありますが、こうしてご説明をさせていただくことにいたしました。先ほどまずは都議会の皆様方に報告書の内容をご説明いたしました。そしてこれから調査結果について調査していただいた弁護士さんから説明していただきたいと思います。それでは先生方よろしくお願い申し上げます。それでは弁護士の佐々木の方から調査結果についてご報告いたします。まず皆さんのお手元に報告書があると思いますが、1ページの第2のところを見ていただきたいんですが、調査の方法としまして、資料が残存している、平成21年以降、収支報告書が公表されている、平成26年までを、対象期間として調査をいたしました。